島の国際芸術祭水野桃代ポツポツと浮かぶ島穏やかな波瀬戸内海は本州と四国に挟まれた静かな海だ今ここで11の島が参加して瀬戸内国際芸術祭2013が開かれている 過疎化、高齢化が進む島々で自然を活かし島の生活スタイルと共生する現代アートのお祭りが繰り広げられている。島にあるものはゴミ箱も塀もバスケットボールのゴールもすべて芸術の対象だ。 著名なアーティストの美術館も楽しめれば民家で作品を味わうこともできる家プロジェクトでは島の古民家を一人のアーティストが一軒ずつ回収し自分の作品を展示する誰もがカメラを手にしたくなる魅力いっぱいの島々だ会期は11月4日まで このお祭りの中心地直島では1990年代から美術館ホテルや地中美術館などが建設された瀬戸大橋のルートから外れた島に今多くの人々がやってくる現代アートと日本ののどかな風景が作り出す特別の空間で 訪問者は何を感じ、何を考えるのだろう。裁縫する人がとても多いと聞く。